イクリネは文脈によってバスク民族旗、バスク国旗、バスク自治周期のいずれかを指す。バスク語で記号や印を意味するイクアに基づいたサビのラナの造語である。デザインに関してはユニオンジャックの影響が指摘されている。縦280センチ横500センチの長方形であり、赤字の上で緑の斜め十字と白の十字を交差させたものである。 緑線と白線の幅は等しい。赤はバスク人を、緑はゲルニカの多くの木を、白の十字はカトリックの信仰をそれぞれ意味している。バスクの伝統的な議会はゲルニカの木の下で開かれたことから、ゲルニカの木は伝統的な法や民族の自治、自由といった価値を象徴する。一般にこの旗はバスク人の民族的なシンボルと考えられており、 フランス領である北バスクや在外バスク系コミュニティでも広く用いられている。また、バスクの分離独立を要求する求心的民族主義者によっても掲げられている。一方、バスク民族主義党という一政党の党旗でもあることを理由に、この旗をバスク全体を代表するシンボルとすることに対する異論もある。イクリニャをデザインしたのはバスク民族主義の父。 サビノ・アラナとルイス・アラナのアラナ兄弟であり、1894年春頃にデザインが固まったとされる。同年7月14日にビルバオにあるバスク人会議の建物に初めて掲げられた。サビノ・アラナはあくまでもバスク民族主義党の陶器としてイクリニアをデザインしており、バスク7地域それぞれの旗とバスク全域を統合するバスク連邦機もデザインしているが、 イクリニャのみが認知されて、バスク民族旗やバスク国旗として受容された。1895年、アラナラが創設したバスク民族主義党は、イクリニャを陶器として民族運動を展開した。1923年には、ミゲル・プリモデ・リベラ政権がイクリニャを非合法化しているため、それまでにスペイン政府が厄介に思うほどには普及していたと考えられる。 1920年代後半にはフランス領バスクにも浸透した。1932年にはバスク民族主義党が祖国バスクの日を制定して祭事でイクリニャを用い、1936年には発足したばかりのバスク自治政府がイクリニャを自治政府の旗として採用した。1939年にスペイン内戦が終結して、 フランコ独裁時代が開始されると、スペイン・バスクにおいてイクリニアは、公的空間から完全に除外された。内戦から、独裁時代には、バスク地方における、フランコ政権への抵抗のシンボルとなり、内戦の勃発日、ゲルニカ爆撃の日、フランコが制定したスペイン国民の日などには、非合法ながら、教会、大聖堂、山頂などに、イクリニアが形容され、通りの壁やビラなどに、 イクリニアが描かれた。バスク民族主義党から分裂した急進的、非合法組織バスク祖国と自由の活動は、まずこの旗を公共の場に掲げることから始められた。1975年にフランコが死去するとスペインは民主化の時代を迎え、1977年にはイクリニアの形容が合法化された。バスク自治州が発足すると、 1978年12月18日には、イクリニャは、バスク自治州期に採用された。自治州内の公共機関では必ず、スペイン国旗と共にイクリニャの形容が義務付けられている。フランス領バスクでもイクリニャの形容は容認されており、フランス領バスクの中心都市である、バイオンヌ市庁舎には、バイオンヌ式、東、バイオンヌゴーリバタ、イクリニャ、フランス国旗 欧州旗の五本の旗が掲げられている。イクリニャという名称はサビのアラナによって作られた。アラナはバスク語の動詞イラクリーに含まれる。RA は古い詩役の切字であると考え、それを取り除いたイクリーという動詞があったと仮定した。さらにこの動詞の意味は示すであったと考え、そこからイクアという名詞を抽出した。 イクアに、アラナが考案した、設備字、印をつけたものが、イクリン。これに定冠し、A をつけた形が、アイクリーナである。当初は、旗一般を指す言葉として提案されたが、バスクのシンボルとされた、この旗を指す言葉として定着した。なお、アラナが提案した、聖書法で、イクリンは、イクリンと綴られる。イクリニャは、バスク人工会社が多く移住した北。 大西洋のフランス量産ピエールミクロンの旗の一部を構成している。ありがとうございます。